れ様です。パーソナリティのキリカです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、正しい呼び名は日本海？それとも東海？アメリカの見解は？をお送りします。さて、日本と隣国の間には竹島をめぐる領有権争いの他に、海をめぐる国際表記係争があります。日本海、シーオブジャパンと呼ぶのか、東海、イーストシーと呼ぶのかの争いです。日本、隣国、北、ロシアの4カ国が共有する海を、日本は日本海、隣国は東海、北は朝鮮東海、イーストシーオブコリア、そしてロシアは日本海と呼称していますが、世界の海の国際的標準と安全な航路に必要な国際規範を設けるため、1929年に設立された国際組織の国際水路機構 IHO は、この約1世紀、シーオブジャパンと定めてきました。実際に世界の地図の 95% がシーオブジャパンと明記しているという現実があります。例えば、インターネットポータルサイトの検索にシーオブジャパンと入力すれば、数百万のウェブサイトと地図が検索されます。その代表的なものとして、米 CIA の国家情報サイトであるザ・ワールド・ファクトブックにて、隣国と日本の地図を検索すれば、全部シーオブジャパンと表記されています。日本海は、国際的に確立された呼称、表記となっているのです。しかし隣国は、1957年に IHO に加盟して以来、16世紀からイーストシー、あるいはシーオブコリアが使われていたと主張し、東海への名称変更、もしくは日本海との併記を求めてきました。隣国による全世界の教科書出版社、世界地図関連会社、放送局、通信社、国家情報ウェブサイトへの宣伝、ロビー活動の結果、今では世界的な地図制作出版社や、米国最大手の地図制作会社、世界的観光ブック出版社でも、日本海と並んで、東海が併記されているようです。さらに、エコノミスト、ファイナンシャルタイムズ、CNN など、世界の主要言論機関や通信社などでも併記されるようになりました。地図制作の指針となる IHO の標準海図集、太陽と海の境界には、1929年の初版から現行版まで、シー・オブ・ジャパンと表記されていますが、IHO は、1974年に紛争がある海域の名称は、それぞれの国が求める名前を併記するよう決議しており、過去に開かれた IHO 総会でも、日本海を単独表記している地図の訂正について、関係国が話し合いをするよう勧告していました。そのため、2019年4月には、兵器問題をめぐり、日本と隣国、北との3カ国協議が英国ロンドンで非公式に行われました。そうした渦中、来日した当時のトランプ大統領が横須賀に駐屯する在日米軍の隊員らを対象に行った演説でシー・オブ・ジャパンと発言。これには隣国で波紋が巻き起こるのは当然のことで、隣国外務省は即刻、東海を日本海と併記しなければならないとの報道官談話を出しました。隣国内では、トランプ大統領が日本の肩を持ったとして、米国への不満が高まりましたが、米国務省は、トランプ大統領がシー・オブ・ジャパンと呼称したのは、日本海が米国の表記方式になっているからであると、隣国の反発を全く意に介していなかったといいます。米国務省は、隣国メディアの問い合わせに対し、K 国が他の名称を使用しているのは知っているが、米政府としては、米国の地名委員会 BGN が決定した名称に従っており、BGN がその水域で承認した名称がシー・オブ・ジャパンとなっていると回答した上で、日系両国がこの問題でお互いが同意できる方法に到達するため、協力することを求めると付け足しました。しかし米政府は、これまでの慣行に従い、すべての航海を呼称する際、一つの名称しか使用しないことから、米国が兵器を受け入れる可能性は、極めて少ないものと見られています。東海ではなく、日本海と呼称したのは、トランプ大統領だけでなく、ペンス副大統領も、2017年4月に、豪州を訪れた際、マルコム・ターンブル総理との共同記者会見の席で、空母カール・ビンソンが、数日内に日本海に到着するだろうと、日本海と呼んでいました。隣国のメディアは当時、日本海ではなく、
東海と報道していましたが、ペンス副大統領は明確にSea of Japanと表現。隣国政府は数年前から米政府に対して東海の兵器を求めていますが、米政府は隣国側の要求を受け入れず、北のミサイルが日本の排他的経済水域に落下した際も、米太平洋司令部のホームページにはその都度Sea of Japanと表記されていました。ところが今年3月、アメリカのインド太平洋軍は北のミサイル発射を受けた声明で、発射された方向について英語でイーストシー、すなわち東海と記しました。今までの対応とは打って変わってのまさかの事態に、酒井官房副長官は記者会見で、日本海が国際的に確立した唯一の故障であるというのが我が国の立場であり、表記は不適切だと述べた上で、アメリカ政府に訂正を求めました。結果、このことについてインド太平洋軍は日本海が唯一認められた名称だと訂正。インド太平洋軍は新たに発表した声明で、昨晩の声明は日本海あるいは朝鮮半島東方海域と表記すべきだったと釈明しました。日本海がその海域を示す唯一認められた名称であるとする米国の立場に変わりはないと説明していました。一時はと思いましたが、ひとまずは安心ですね。さて、ここで日本海故障問題についてのお隣さんの声を聞いてみましょう。隣国ネットの反応。アジア大陸全体で見たとき、イーストシーが正しいんだけど。渓谷が東海と呼んでも、イーストシーオブコリアになるしかありません。似たような名前で南シナ海があります。別におかしなことではありません。領海が重なる地域なのに、日本海と名前を付ける方がもっと無礼で突拍子ないみたい。むしろ共存を模索する東海の方が100倍いいだろう。私は経日海が一番適切な表現だと思いますね。あえて一つの国の立場だけ反映した名前を付ける理由もなくて。そうすると経日海と日経海で争うこともあるでしょうけど、それはそのまま自分の国で呼びたいように呼べばいいだけです。東海をあえて推している理由は、第三国が見たとき特度の認識と関連づけるためです。さて、最後に日本海故障問題について、詳しいことはあんまり知らないんだよねという方のためにおさらいしておこうと思います。以下は外務省ホームページに記載されている内容となります。隣国等が日本海の名称に異議を唱え始めたのは、1992年の第6回国連地名標準化会議が最初。それまでは二国間でも国際会議の場でも日本海の名称に異議が唱えられたことはありませんでしたが、突然日本海の表記を東海、イーストシーと単独に表記するか、あるいは日本海と東海を併記すべきであると主張してきたわけです。隣国側の主張1、日本海の名称は日本の拡張主義や植民地支配の結果広められてきた。日本政府の古地図調査の結果、すでに19世紀初頭には日本海の故障が他を圧倒して使われるようになった事実が確認されています。この時期の日本は未だ鎖国政策をとっており、このような日本海の名称確立に何らかの影響力を行使したということはありません。したがって19世紀後半の日本拡張主義や植民地支配によって日本海の名称が広がったとの隣国側の主張は全く妥当性がありません。また最近では隣国政府も、日本海の名称が日本の拡張主義や植民地支配の結果広められたものではないことを認めたと評価できる調査結果を発表しています。隣国側の主張2、朝鮮半島では過去2000年間東海の呼称が使用されてきている。隣国は過去2000年間東海が使用され続けているという主張の根拠を示していません。また現在隣国国内では東海が用いられているとしても、東海はあくまで隣国国内の名称であって、当該海域について
国際的に長くかつ広く用いられてきたのは日本海のみです。隣国側の主張3、日本海と東海の兵器を勧告する国連および IHO の決議がある。隣国は日本海と東海の兵器を勧告する国連および IHO の決議があると主張しています。しかし国連地名標準化会議決議は湾や海峡など2つ以上の国の主権下にある地形を想定したものであり、日本海のような公海には適用がありません。このことは太平洋や大西洋に接している国の一カ国でも異議を唱えたら、複数の名称が併記されることとなれば収拾がつかなくなることを考えれば当然のことです。また国連は国連公式文書では標準的な地名として日本海が使用されなければならないとの方針をとっていることが公式に確認されており、 IHO が出版している太陽と海の境界でも当該海域について日本海の単独表記が明示されていることからも、日本海と東海の兵器を勧告する国連及び IHO の決議が存在しないことは明らかです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、歴史的事実や客観的事実から見ても、この件については、さすがに日本に分があるように思います。お隣さんとしても、なかなか引くに引けないという事情はあると思いますが、損切りは必要でしょう。よろしければ、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。